はい、シグ 556XI ラス、ヘッドショット一撃の武器。まあ、ヘッドショット一撃武器の中じゃ個人的にはこれが一番使いやすいと思ってます。まあ、理由はサイトなんだけどね。サイトとなんかあのニコイル反動の挙動がね、個人的には好みなんですよ。制御しやすい。さあ狙ってヘッドショットを出していく。もっと後ろからハンドガンで。いやーこの銃ほんと強いっすよね。まあなんかチームデスマッチとかやるんだったら正直 MDR とかでいいと思うんだけど。はい、頭狙っていく。爆破とかだったらこの銃かなり使いやすいんじゃないかな。まあ、そんなにね、変わりないんだけどね、AK とかと比べて。そこまでなんか変わるってもんじゃないけど使いやすい。ちょっと使いやすいね。あの、サイトがいいね。レッドドット。やっぱレッドドットですよね。まあ、三角のなんかよくわかんない AK12 のサイトだけはちょっと受け付けないですよね。まあ、謎のサイト。おっと？さあ、頭狙える状態じゃないぐらい、レーティクルが開いている。さあ、下降りて。さあ、頭。人が来ないんで。あ、後ろか、マジか。チームデスマッチ、ちょっと人が5対5ぐらいなのかな、今。さあ、人が少ない感じにはなってるけど。やっぱね、ヘッドショット出すのね、ほんと疲れ、この銃でね、頭狙うのって疲れるんだよね。もうちょっと連射できるやつだったらいいんだけど、撃つ射撃感覚もね、考えなきゃいけないんでね。なかなか大変ですよね、こういう銃。扱える人は本当にすごい。私はまだそんなに扱えていないです。はい、ゆっくり見て。いない。まさか、一人もいないとは。なんかスナイパーをさ、このアサルトライフルで頭抜くのがすごい楽しいんだよね。あそこ絶対いるからね。なんか VBSS のなんか上の方もそうなんだけど、絶対いる場所ってあるよね。絶対頭、毎回同じとこに頭あるから、もう決め打ちでヘッドショットバンバン出せるみたいなね。場所、あそこ稼ぎ場なんですね。おお、なんだなんだなんだ。CPU みたいになってたぞ、今。さあ、意外と敵が出てこないんだけど。お、なぜそこにスモークを巻く？まあ、人のこと言えないんだけど、俺も。変なとこにスモークばら巻くし。さあ、出てこい。あれ、全然出てこないね。どうなっちゃってんの？はい、頭。あれなんか今、こっち側に赤点が。ああ、味方が倒してくれましたね。敵がちょっといなくて、暇ですね。はいはい、頭抜いていく。こんな感じでね。サクッと、倒していきましょう。もう今回は、ああ、違う、200か、今回。目標何キルにしよう。50とかにしようかな。ヘッドショット率5割以上で50キルぐらいしておきたいですね。さあ、ここが楽しいんだよね。ここで出会った敵に頭を決めるのがすごい楽しいんだけど、敵がね、いかんせん出てこないんで。どうしたもんか。なんだろう、固まってんのかな。おお、後ろ固まってんですかね。やべ、味方にスコア抜かれてる。もうちょっとアクティブに動かないとダメか。ははちょっと待って、今のは倒せなかったんだけど。ほら、ひどすぎる。ちょっとあれだな、緊張感がね、なくなってきた。集中力っていうのは。だいぶ集中力はなくなってきてるんですけど。
集中力なくなってくると雑なんだよね。ちゃんとクリアリングもしないし。あれ？今、いなかった？ああ、やっぱそこだよね。はい。武器の威力を生かして、打ち勝っていく。ええー、タイミング悪いね。おぉ、びっくりした。目の前にいるハンドガンでヘッドショットして。つか、ライフ削られてるし、無敵時間中にやりたかったな。おっと？同じシグにやられたぞ。あっちは連射の方か。もう全然当たんないね。結構この武器は調子に左右されますな。おぉ、しゃがんで一発決めてきた。さあ、つっても73対42か。まあ、だらだらやっていきましょう。すげえなんか当たらないね。あ、味方がやってくれた。ちょっと今日は調子が悪いぞ。いない。お？あ、なんだこれ。全然当たんねえな。はいっと。あ、まあ、この武器使ってと思うのはね、ヘッドショット最初に初段か2発目で当てれなかった時って、結構ね、なんか適当にリコイル制御しながら振ろうとしちゃうんだよね。それがダメなんだよね。お、なんだこれ。なんだこれ。超こっちまで来てるし。やっぱ1、2発目外した時が大事なんだよな。落ち着いてね、タップ打ちして。まあやっぱね、威力高いから勝てるんでね、打ち勝つのは結構簡単なんで。落ち着いてね、間隔空けてしっかりと打つのが大事ですね。パン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 みたいな感じでね、ゆっくり打った方がいい。まあ今覗いて割とフルオートで打ったらあれダメっすね。さあリロードして。さあ敵が走ってこない。なんだこれ、全然来ないな。もう本当に来ないぞ。外してる。あ、やばい。あ、もともと5対5だったっけか。5対5で200ってちょっと長いな。150でよかったな。さあ、上を攻めていこうかな。おっと、後ろから頭狙っていく。いた、ここね。よし、落ち着いて頭。後ろもいない。うお、負けた。いや、 MDR やっぱ安定してますね。あの銃はほんと強いよ。アサルトライフルで何好きかって言われたらちょっと困るんだよな。サブマシンガンが好きだからね。まあなんか別にスチームで使い、スチームブラックスクワットで使いやすいから MDR はアサルトライフルの中ではかなり好きだけど、まあ形好きかって言われたらそうでもないんだよな。形だったらなんかもう AK とかの方が好きかな。 AK74 とかね、ちょっと小口径のAK があるじゃない。47じゃない方。ああいう武器の方が好きかな。まあ、12も結構ね、形としては好きなんだけどね。さあ、115対68。かなり差がついているぞ。これはもう、まずまず負けることはないと思うけど。やべ、ジャンプしちゃった。さあ、リロード。リロードして、はいっと頭打っていく。
結構ここ楽しいんだよね。ここからね、頭打つのが結構最近好きなんだよ。こういうなんか、こじんまりしたとこで、打つのが楽しい。あ、PUBG っぽいね。やってることが。あは、負けた。マジか。いいね。さあ、右確認。あー、後ろかな？入ってきた。あ、なに？これで頭当てられない。後ろ。残り3分か。これ、フルカウントいかないんじゃないかな。なんか音がね、そっちの方から聞こえんだよね。確実にいるっちゃいるんだけど、ちょっと行ってみようかな。さあ、ここ曲がったところに、もう移動したか。あ、いた。頭抜いて。さあ、もう一人。あ、味方がいるからこっちいないか。お、出てくる。おー、負けたか。この MDR の人うまいね。よし。リベンジ。おー、グレートンできた。横かな？うわ、また同じ人だ。MDR の人が私を狙っていますね。さあ、ちょっと位置を変えて。出てこい。お？そっちか。今そっちから出てくる。さっきまで見てたのに。一応警戒して中に入っていく。おっと、そっち。おっと、危ない。お、いいね。この婦人爆破でもやってんのか、俺らは。あ、カバー入ります。ヘッドショットライン間違った。しゃがむとダメなんだよね。結構ね、やっぱしゃがむ人多いですよね。あの、見つかってからしゃがむみたいな。私は基本しゃがまないんだよね。あの、しゃがむときは最初からしゃがんで待ってるみたいな。理由はヘッドショットラインたまに間違う時があるのと、まあ、とっさに動けないから、まあ、自分でしゃがむと上下のね、制御もしなきゃいけないんで、それがちょっとめんどいんでね、基本立ちっぱですね。あとなんか同打ちしてる人のヘッドショットがすごいイラッとするから、しゃがんだりはしないです。まあ、爆破とかだとねいいのかもしれないけど、そんなねテクニカルなことはねできないんでね、基本立ちっぱですね。おっと、危ない。今の打ち方は良くない。あー、ずっと覗いて打てよ俺。つかもう残り10秒。勝ち確ですが、もう一人ぐらいやっておきたいが。3、2、1、まあ終わりかな。はい、そんな感じでね、シグ556ラス使ってみました。結構ヘッドショット出してたんじゃないかな。はい、そんな感じで、まあ、しばらくね、ちょっとこの銃面白いんで使っていこうと思います。では。